アデュー、お二人さん、またいつかお仕事でご一緒しましょう。化け物トラックじゃこんな細い道は入ってこれねえだろ。へえ、さすがバンちゃん。あとは裏道通っていけば楽勝だね。そういうこと。さてと、それじゃああとはのんびりと。積み荷を返してもらいに来ました。クライアントがお待ちですので。バンちゃん、とことんやる気ねえってか。やっとその気になってくれたようですね。バンちゃん、あいつの相手は俺にやらせてくんない？なんかさっきので負けたなんて思われるの尺だし。それにさ、バンちゃんはバンちゃんで話があるでしょ、ひみこちゃんにさ。チェ、余計な気回すんじゃねえよ。でも、ま、今回は譲ってやっか。その代わりヤバくなったらすぐ。大丈夫、あんな奴に負けやしないよ。だな。話し合いは済みましたか？では始めましょうか。さて、私の相手は。今の動きはなかなかでした。だが所詮格が違いすぎる。話し合ったのに結局君が私の相手とは、どういうつもりなんですかね。君の友達は退屈ですよ、君は。ボルトといったところですか。なかなかやりますね。さすが雷帝と呼ばれていただけのことはあります。しかし私は絶縁性の高いゴムの手袋をしているのでね、残念ながら。これは。どう、少しは退屈収まった？なるほど、少しワクワクしてきましたよ、天野銀次君。わかったろ、もうやめようぜ、卑弥呼。偉そうに。俺が本気なら、お前はもう全身を5箇所も食いちぎられている。お前に俺の風上は取れねえよ。風上が取れなきゃポイズンパフュームも役立たずだ。それで私を助けてくれてるつもり、兄貴の命を奪った罪滅ぼしのつもりなの？いいわ、そっちがその気なら。火炎口にはね、こういう使い方もあるの。
銀次とかいう男を助けるのに使っちゃったからさ。あんたも意外とマヌケよね。自分の使い方次第じゃ私たちを倒せたかもしれないのに。悪いが俺は奪還屋なんだ。戦うことが仕事じゃねえんだよ。よく言う。兄貴をやったくせにふざけたことを言うな。兄貴はあんたを本当の仲間だと信じていたんだ。そんな兄貴の命をあんたは奪った。許さない、絶対に許さない。これで6度目。延髄に決まってんだ。動けねえよ。ちくしょう。どうしたの？さっさとやったら。兄貴と同じようにその手でさ。俺も信じてたよ、ヤマトのことを。本当の仲間だと思ってた。できるわけねえだろ、仲間だったおめえを、ヤマトの妹を。できるかよ、ヤマト。バーン、ヒミコ、頼む。ヤマト、ヤマト。宿命だったんだ。宿命だったんだよ、奴の死は。お前らラストチルドレン。何よそれ、どういう意味よ。まだ早えよ、お前が知るにはな。欲しけりゃくれてやるよ、俺の命なんざいくらでも。だがまだダメだ、まだヤマトとの約束の時までは。さてと。どうしました？もうおしまいですか、銀次君。くそ、電撃で落としても次から次に出てくる。これじゃキリがない。一体どこに隠し持ってるんだ、あんな大量に。まあまあでしたよ、君は。君のおかげでこの仕事もそこそこ楽しめました。しかしそろそろ次に行きたいですね。君のお友達はもう少しは楽しめそうだ。彼には同類の匂いがしますからね。私と同じ血を好む人間の匂いが。冗談じゃない、バンちゃんはあんたみたいなやつと一緒にするな。終わりにしましょう、ブラッディ・レイン。逃げられますか、降り注ぐ死の雨から。これくらい。おやおや、浴びてしまいましたね、赤い死の雨を。なんで。不思議ですか、まるで逃げた方向を予測するかのように降ってきた。経験則というやつですかね、経験から来る勘です。わかるんですよ、私には。今までの戦いから君の次の動きが。今の。さようなら、天野銀次君。ようやく来てくれましたか、御堂バン君。バンちゃん。あっちゃー、なんだよ、ボロボロじゃねえか。待ってましたよ、御堂君。あ、彼に飽きてしまいましてね。これから君のところへ行こうと思っていたところです。そらどうも。
でも悪いな。俺はあんたとやる気はねえんだ。あんたの相手は銀次って決まってるんでね。ほう。では君は銀次君を助ける気はないと。銀次、助けてほしいか？全然。つうわけだ。わかりました。ではそこで銀次君がやられる様を見物していてください。やられるのはあんたの方かもよ。当然。ほう、これは驚いた。まだそんな力が残っていましたか。しかし何をするつもりか知りませんが、その体で負けなかったでしょ、バンちゃん。まあ、50点ってところかな。しかしよくわかったな。赤羽が体の中に武器を隠してるなんてよ。うん、あいつが武器を出す瞬間にピクってなったんだ。それでもしかしてって思って。へへ、おめえにしちゃ上出来だ。あ、で、バンちゃんの方は卑弥呼ちゃんと話せたの？さあ、どうかな。面白い。気に入りましたよ、ゲットバッカーズ。嘘だ。あいつの言ったことなんか全部嘘。ジャッカル、あいつらは言ってしまったようです。何やってんの？早く追わないと。お好きにしてください。え？私はここで失礼させていただきます。もう十分この仕事は楽しませてもらいましたから。降りるっていうの？元は取りましたし、思わぬ苦戦で大事な血も流してしまったのでね。当然ですが、私の分のギャラは結構とクライアントにお伝えください。ほじけづいたの、ドクタージャッカル。どう取っていただいても結構です。行っちまったな。何考えてんのよ、あの男は。俺も長い付き合いだがさっぱりわからんよ、あいつのことは。で、どうする？レディーポイズン。大丈夫、手は打ってあるわ。いやー、しかし今回の仕事はハードだったね。ね、バンちゃん。ああ、ま、なんとか済みそうだな。うんうん。でもジャッカル、あのままにしてきてよかったのかな。あの程度でくたばる球かよ。それはそれでリベンジが怖いような。あ、もうすぐ新宿だ。ああ。心なしか匂いまで変わってきたような。そうだな、なんだか匂いまで。どうしたの、パンちゃん。いいから急いで車から離れろ。離れろって。ギジ、体が。何これ。次元光だ。次元光。調合の仕方で
セットした時間に正確に相手の動きを止める。クソ、何やらいつの間に車の中に。さあどうする、御堂番。私にもマグルマさんにももう邪眼は使えない。私の勝ちよ、バンちゃん。いい夢見れたかよ。ガラスに邪眼を、そんな。爪が甘えな、卑弥呼。そんなこっちゃ俺の命は取れねえぜ。解毒口ゲット。確かこいつだったよな。どんな毒でも消せるってのは。シャツの代金としてもらってくぜ。何よ。こうしてみっと、おめえも結構大人になってんじゃんか。しばらく見ねえうちによ。こっちの方ももうちょい大人になっときな。次会う時までによ。おめえがグズグズしてっからだろ。あんたのジャガーのタイミングでしょ。だ、ガキが。そっちこそ。ねえ兄貴、兄貴もなんか言ってよ。どっちもどっちだ。二人とも次の仕事までにちっちゃ大人になっておけ。なんだと？兄貴。今度会った時は絶対倒してやるんだから。るっせえよ、ひよこが。卑弥呼。マグマさん。気は済んだか。済んでないけど、もういいわ。ジャッカルもわからんが、この女も。この匂いは昔のままよね。ああ、ここまで来て止まっちゃうなんて。ついてないね、バンちゃん。聞かねえのかな。俺と卑弥呼のことだよ。あいつがなんで俺を狙うの。昔、あいつの兄貴と三人で組んでたことがあってな。まあ、半年かそこいらだったが、俺にとっちゃ、生まれて初めてできた仲間ってやつだった。でもな、俺は、そんなあいつの兄貴を。いいよ、バンちゃん。俺、信じてるから、バンちゃんのこと。昔バンちゃんが俺に言ったんだよ。ゲットバッカーズの S は一人じゃないって意味なんだって。だからさ、バンちゃんも一人で全部背負い込まないで。レンゴーン。へ、おめえは寝てな。プラチナは俺が一人でいただいとくからよ。あ、バンちゃんずるいよ。ゲットバッカーズの S は、うっせえ、金は別だ。そんな。分かった分かったってば。はいはい、じゃあね。二人からですか。そう、依頼は無事終了。今大滝さんの家に着いたって。うわ、よかった。今度こそツケが帰ってきそうですね、マスター。さあどうだかね。え、だってあいつら気運ないから。え、何がですか。いやー、よくやってくれた。このプラチナメロンが奪われたと聞いた時にはどうなるかと思った。5年に一度、いやー10年に一度しか取れんと言われる、まさに伝説のメロン。約束通り2人で10分の1、1人分20分の1になるように切ってある。さあさあ、二人とも遠慮せず、この甘美なる味わいを。うわ！
大王子の、それはわしのプラチナメロン、狼藉者じゃ、者ども、出会え出会え、こんなもの食ってやる。あ、うまい。のープラチナ腹。